今後、いただき業は、大乗仏教の密教部教典。後に、初回今後、いただき業と分類される教典、すなわち、一切如来の真実を集めたものと名付ける、大乗経典、略して、真実説業を編纂したグループが、その後次々と作成、編纂していった、今後、いただき協系テキストの総称である。通常は、福の、 混合いただき教諭が十八回指記の説明に従い全十八回十万章とする。日本では普通に混合いただき業というときは初回混合いただき業、特に服役混合長一切如来真実、切大乗現象大教王業のことを指す。初回混合いただき業は混合会曼荼羅の転居となる経典で、真言衆や天台衆では 密教の促進成仏の権利を明確に解いているとしている。新言集では特に根本経典とされ、この今後頂き行と大日経の密教教経典を両部の王行という。新言集で唱えられている理主行は今後頂き教計テキストのうち第6回に含まれる理主公共と呼ばれる文書の略本である。空海は当の長安において 清流寺の経過の弟子となり、密教の伝謀勘定を授かり、初回混合、いただ企業の教理と実践方法を伝授される。806年に日本に初めて初回混合、いただ企業に基づく実践体系を伝えている。今後、いただ企業は流明が南天竺の鉄塔の中で監督したという伝説がある。この経典は、第二次如来が十八の異なる場所で、 別々の機会に説いた十万章に及ぶタイ部の経典の総称であり、単一の経典ではない。初回混合、板ただ企業の漢訳としては、ガール。サンスクリット原点、チベット語訳も現存し、それらは漢訳では、セモリ分けと対応する。七世紀中頃から終わりにかけて、南インドでその基本型が成立し、 次第に、瀬り分けに見られるような完成形態に移行したと、される。福空の、今後頂たき教諭が18回指揮に、説明されている、今後頂たき行全18回の構成は、以下の通り。大日如来が一切議場辞菩薩の問いに対して、自らの悟りの内容を明かし、それを得るための実践法が主となっている。 その悟りの内容を具体的に示したのが金剛会、曼荼羅マンダラであり、その実践法の中心となるのが五症状神官である。五症状神官とは、行者の汚れた心を、湯河の漢方を通じて見極め、その正常な姿がそのまま如来の知恵に他ならないことを知り、如来と行者が一体化して、行者に本来備わる如来の知恵を発見するための実践法である。 8世紀のユガブ密教の三大学賞と言われる、ブッタグヒア、アーナンダガルバ、シャーキヤミトラなどの注釈書が、チベット分けとして残る。今後頂企業のチベット語訳には注釈書が付随し、現存するものを挙げると、の4つがある。なおブッタグヒアのタントラギーリには、パドマバジュラによる、再注釈書、タントラギーリ釈がある。ありがとうございます。